ただいまご紹介いただきました小野寺と申します。多分この中にはですね、Facebook や Twitter でつながっている方がいると思いますが、その方にちょっと手を挙げてもらえますか。ありがとうございます。いつも喧嘩ばかりしている私ですけれども、本当にありがとうございます。それでちょっとお願いがあるんですけれども、これだけの方が来ていただいたよということで、ここから講師目線で写真を撮りたいんですが、もし写ったらまずいなっていう方は伏せ目がちにしていただいて、あとこうパノラマでこう撮りますので、写ったらダメな方はちょっと下を向くか帽子をかぶってるかで全然結構です。はい、じゃあ今からちょっとパノラマで撮りますので、写ったらまずい人だけ下を向いてください。いいですか。1、2、3。こんなの初めてですね。講師が同時にやります。はい、ありがとうございます。それでは講師を務めます小野寺でございます。よろしくお願いを申し上げます。ただですね、動画もですね、ここからここまでの話は外に出してほしくないというような話も今日はしますので、そこだけは出さないでいただきたいと思います。なるべく多くの話を皆さんに伝えたいと思いますので、よろしくお願いをします。ですね、全員に行き渡ってないというふうに聞きまして、今日100人以上130人の方が来てしまったということで、想定を大幅に超えてしまったということで、全員にですね、資料が行ってないということで、それはお詫びをさせていただきますが、皆さんのですね、封筒の中にどういうふうに話を進めるかというですね、私の話、今日こういう話をしますよということで書いてございます。その私の紙がないので、ちょっと待ってください。この話通りにいきます。もし、ない方もいらっしゃいますので、どういう話をするのかですね、ここでも若干口頭でお話をしますが、簡単に今まで、私はですね、去年も、憲政記念会館で、お話をしましたが、中国が北海道の森林を買っていて、非常に危険だと、それはどうしてかという話をしましたが、今日も若干この話をします。ただですね、中国が日本を侵略するということに関してですね、ただ土地を買うだけではなくて、実は違うアプローチもしていて、それも非常に危険だと、今日は今までとは全く違う話を皆さんにしたいというふうに考えております。その違う視点なんですけれども、レジュメのある方は分かりますが、下にですね、アイヌという文言が出てきます。中国の侵略とアイヌ何の関係があるんだというふうに思うかもしれませんが、多分ですね、今日この講演会を聞いた方はですね、そんなことになっていたのかと、アイヌ問題というのはこれから全日本でですね、政策が行われるということは中央で決まっております。北海道の問題だけではないんですが、このアイヌ問題ということが将来的には日本の根幹を揺るがす大きな問題になるということはですね、ここにいる皆さんは今日はご理解をいただけるということで、実はアイヌのお話をするとですね、あいつは差別主義者だとか弱い者いじめだというふうにですね、ほとんどの議員は誰もやりません。あとマスコミもやけどをするので手を出しません。けれども今手を出さないと実はとんでもないことになるということで、どうしてもこの話は皆さんに理解をしていただきたいというふうに思いますし、私は、先々週国連の方に行ってこの問題をスピーチをしてきました。人権委員会の方でスピーチをしてきましたが、その人権委員会で配った資料もですね、皆さん分今慌ててコピーをしたので、その書類もお渡しできますが、その話も交えてしたいというふうに思います。それではまずですね、去年も憲政記念会館でお話をしましたが、なぜ中国が北海道の土地を買って危険なのかと、よくですね、評論家の方でこれは原野商法なんだと、なので全然問題ないと、
何も怖がる必要がないという評論家の方が多々いらっしゃいます。で、私はその評論家にですね、じゃあ議論しようと、本当に危険だということを証明するというふうに言ってもですね、全員が逃げられます。全員逃げてですね、議論をしてくれなくて、遠くの方からそれは何も問題ないんだというような話をしてますが、実はどんだけ問題なのかということをまず皆さんにご理解をいただきたいということで話をします。このレジュメに沿ってですね、国土を買いまくる森林や水資源、エネルギーや食料というふうに書いておりますが、原野商法で土地を買っていないというのはですね、買った土地を見れば分かります。その中国が買った土地というのは、漏れなくまずは水資源がついています。そして何百ヘクタール、だいたい隣にある東京ドームが4ヘクタールですから、100ヘクタールで25個の東京ドーム分ですけれども、何百ヘクタール、何千ヘクタールの単位で中国はすごい田舎に土地を買っていて、そこは間違いない水資源の場所。さらに最近ずっと調査をして分かったのは、そこにはレアメタルだとか、例えば石油だとか石炭だとかガスが必ずある場所です。そして農地も買っています。これどういうことかというと、将来そこに中国の人が何万人押しかけても自立可能なエリアを続々と買っていると、そういうふうに言えるということです。次に、金をばらまき地域住民を骨抜きにするというふうに書いてありますが、今まさにそれが行われています。例えば釧路ですけれども、釧路の取扱高は中国の物品を輸出入するのに2倍の金額になって、今非常に好景気に湧いております。習近平国家主席がですね、釧路と苫小牧港は一帯一路構想の重要な拠点としてこれから栄えるでしょうというようなことも名指しで言っております。で、これ一帯一路構想の話をする前にですね、ここに今一帯一路構想についてのですね、若干な簡単な説明がありますけれども、これは何の説明かというと、今までは赤い線でですね、中国はヨーロッパから物を海路では輸入をしておりました。それが北極海路、上の青い線ですね、これを使えば燃料も安い、距離も短い、海賊もいない、航海が楽ということで、これから中国の非常に重要な回路になる。で、今まではですね、これを使いたくても使えなかったんです。それは北極に氷がたくさんあったから。ただ今はですね、地球が暖かくなっているという状況で、その氷がほとんど溶けてしまいました。なので上の今回路はですね、大体使えるようになっていると、そういう状況において中国は自分の国に軍事物資や食料や資源を持ってくるには上の方がいいということで、ちょうどあの北極海航路の中間の港にですね、釧路と苫小牧があるわけでございます。なので今中国は苫小牧と釧路にどん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 お金を入れてですね、その地域の人たちはこれは中国様々だということで動いておりますが、本当に様々なのかというのは後からお話をさせていただきたいというふうに思います。これどうだった？チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。
藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。